こんにちは、マキュエグゼイスです。本日は、多様体論を勉強するときに、自分が初学者のときに意識しとけばよかったなと思うことを、一通り話した後に、位相多様体、可微分多様体の定義をします。はい。で、その後に多様体から実数への、可微分、関数とは何かと、あと可微分斜像とは何かっていうことをね、定義していきたいと思います。多様体っていうのは、もう幾何学の中でもう超基本的な、概念ですよね。何年生ぐらいで習うのが一般的なのかな。まあ、2年生の後半か3年生ぐらいだとは思うんですけど、はい。まあ、もう現代数学の中ではもう根幹をなすような超基本的な概念ですよね。で、多様体っていうのをもうめっちゃ、簡単に一言で言うと、どの点でも、一部分だけ切り取ったら N 次元ベクトル空間に見えるものとか、あとはね、説明としては N 次元ベクトル空間をちょっとこう貼り合わせていったものっていう感じで、説明できるとは思うんですけど、ちょっとその辺からまずは話していきたいと思います。例えば、中学校高校の頃から XY 平面っていうのを、もうずっとね数学で使ってきたじゃないですか。まあ、もうこれ見てらっしゃる方々はね、そういう XY 平面、まあ、座標みたいなものっていうのをもう空気のように使ってきたと思うんですけど、まあ、例えば4-3 とか -29 とか1/2-19みたいにね、こう数の組っていうのをこう2つ並べて XY 平面のある場所1点を記述するっていうことも何回も何万回もやってきましたよね。で、こういう座標の表示の方法のいいところっていうのは、上げていけばねもういっぱいあると思うんですけど、こういう座標表示のいいところの一つとして数の並びを2つ決めてあげると XY 平面の点がもう1個唯一に決まるっていうところ、まあ、ここにあると思いません？例えばもう机の上にね、XY 平面が乗っていて、もう目をつぶってね、1点ポンという風に、置いたとします。そうするとそこの点っていうのは XY 表示その数の並びを2つ決めてもう唯一にその場所を表すことができますよね。唯一一通りにね、表すことができるから、数の並びを2つ決めたら、それがどこの点のことを言ってるのかっていうのがもう誰が見ても分かりますし、その座標の表記の方法を、数学をやってる全員が共有しているからこそね、その XY 平面のどこの点のことを言ってるかっていう認識のズレがもう全くなくですね、そこからさらにもっと難しい問題を考えることができるわけですよね。まあ、例えばね、高校3年生の微積の問題とかしても結構複雑なグラフを書くことってあるじゃないですか。はい。で、そういう問題でね、例えばここの接線のその接点の座標は何ですかとかね、その接線とこのぶつかってるここの座標は何ですかみたいなね、そんな感じの問題って考えることありますよね。で、そういったね、数算でやっていくような、このグラフの接点を求めようとか、この接線の方程式を求めようっていう問題とかね、よくよく考えたら、そういうグラフの表し方、座標の表し方が唯一一通りに決まるからこそ成立するような問題ですよね。例えば、さっきのね、グラフの接点を求めようっていう問題があったとして、で、それ正しい答えがマイナス1/2だったとするじゃないですか。はい。で、そういう時に、別の生徒がね、いやでも僕の座標の表し方は、これマイナス3っていう風に表してるのでこっちも正解にしてくださいっていう風に言ったとして、なんかそんな一問がまかり取るわけないじゃないですか。まあ、こんなんね、高校数学だったら当たり前すぎて認識すらしないと思うんですけど、さっき言ったような例えばマイナス1/2っていう数の並びを2つ決めた時に、この数学をやっている人たち全員がもう何の認識のズレもなくね、ある一点を、こうね、思い浮かべることができるからこそ、さっきの問題っていうのは成立するわけですよね。で、それを踏まえて、多様体っていうものに入っていくんですけど、多様体っていうのはさっき言ったように XY 平面みたいなものをなんかこういい感じにこう貼り合わせていったようなものっていう風に捉えることができるんですよね。はい。なのでこののり付けされたところっていうのは座標の表し方が2通り以上あるわけじゃないですか。はい。だからその辺に、そののり付けされたところだと、座標の表し方これ唯一に、できなくないかっていう風に、なってくるわけですね。だからこの辺でちょっと難しいわけですよ。高校数学とか、もっと言うとね、大学1年生でやったような、微積の理論とか、ああいうのもね、座標の表し方がもう唯一だからこそかなり整合性が取れたような、議論をしていくことができたわけですよね。微積、微分だったり積分だったり。でも、何回もまあ言いますけど、多様体っていうのはね、そういったベクトル空間 XY 平面みたいなものをこう貼り合わせていったようなものっていう風に考えることができるので、その座標の表し方が一通りに決まらないような、可能性ってもう往々にしてあるんですよ。そっちの方が、いっぱいあるぐらいですからね。はい。なのでそういったところで例えば微分をするとか、接線の方程式とかその曲線のこのパラメータ表示とか、そういったものってそもそもね、解析する前にどういう意味付けをするのかっていうね、そこから
話が始まっていくわけですね。ということで、多様体をね、初めて勉強するときに、そういう張り合わされたところで議論するのが相当厄介だから、その厄介なところをくぐり抜けるために、まずは舞台を整えるとか、張り合わされたところのその座標の変換が、どういう振る舞いをしているのかとか、そういった感じで、ものを見ると相当見通しが良くなると思います。僕はね、その発想になかなかならなかったんで、結構多様体っていうものが最初苦手で、なんかもうただただ記号負けしてるようにしか見えなかったんですよね。はい。だから逆に、その辺のエッセンスっていうのを抽出することができれば、あとはなんかこう手を動かすだけっていう風に感じると思います。まあそのエッセンスを抽出するのが難しいのかもしれないですけど、まあ僕がね、今多様体っていうものをね、日常的に扱っているわけではないので、まあだからそういったことを言えるのかもしれないですけど、まあでもね、最初の方だったら、なんかそういう張り合わされたところがどういう風になるのかっていうね、そういう見方をするのもまあ一つ手だと思います。で、今日の動画の後半でやる、仮分関数の定義とか、仮分写像の定義とかは、その張り合わせによらずに、ちゃんと定義ができてるんですよ。はい。まあ、ちゃんとできてるので、そこは定義として採用することができるわけですね。まあ、本当はね、そういう張り合わされたところのなんかこう、ウェルディファインドっぽいところとか、ちゃんと議論しないといけないところもあるんですけど、まあ、この動画ではですね、結構省略してるところもあります。はい。まあ、なんかね、なるだけこう、スモールステップで、仮分関数とか、仮分写像とか、そういった概念まで到達した方がいいかなというふうに思ったので、はい。まあ、なので、そういう理由もあって解説動画をそういう作りに、しています。まあ僕はね、なんかこう最初からこういう本質が見えなくなるぐらいだったら、ある程度こう厳密性は削った方がいいと思ってるぐらいなので、はい、まあ今日の動画別に厳密じゃないわけではないんですけど、まあなんか最初からね、全部厳密にやろうとすると、研究とかやりたいことが進まないから、うん、まあだからこう定義になってるところはもうなってるっていう風にして認めていくっていう感じですね。まあ僕のね、こういう動画を見た後に、例えば、こういうね、松島与三先生の、多様体入門っていう本とか、あとはね、松本先生の、多様体の基礎っていうね、こんな感じの教科書を、見ていってください。はい、多分ね、日本語の、多様体の本だったら多分二大巨頭だと思います。はい、僕はね、こう松島与三先生の本の方が好きなんですけど、まあでも一時期ね、こっちも、全然見てました。で、このチャンネルではね、位相幾何の動画多めに出してるんですけど、そこで被覆空間っていうのは出てくるじゃないですか。被覆空間って被覆空間とこう低空間っていうのがあるんですけど、この被覆空間と低空間を、リーマン多様体として、なんかこう話を進めていくっていう、まあそんな感じの、お話があるんですね。まあなので、そういう背景もあってですね、このチャンネルではなんか別にそのなんか一個一個全部をこう厳密にしていくっていう方法は取らないようにしています。はい、まあ厳密じゃないっては言わないかもしれないですけどね、それを。まあなんか難しいな。なんかこう、エッセンスをこう、なんかこう、抽出していって、こう、なるだけこう、最小のステップでこう、進んでいきたいっていう、まあそんな感じですね。うん、そんな感じです。はい。ということで、本日は、仮分多様体とか、仮分写像とか、そういったものが何なのか、もう概念すらよくわからんっていう人向けの動画ですね。はい。解説動画を作りましたので、そっちの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということでスライドの方にやってきました。まずはですね、位相多様体っていうものについて、定義していきたいと思います。ちょっとずつですね、条件がこう増えていくんですよ。位相多様体、座標近、局所座標系とかね、で座標近傍系とか、ちょっとずつ、なんか条件が増えていって覚えることもなんか多くなっていく気もするんですけど、まあその多様体の中でも一番簡単なものっていうのが位相多様体って感じです。はい、まあ、ちょっと読んでいきます。M をハウスドルフ空間とする。で、M の中の2の点 P に対して以下の条件を満たすような、P の解禁棒 UP と RN の解禁棒 EP、 そして同層写像これが、いつでも取れるとき M を N 次元位相多様体、トポロジカルマニファルドというふうに言います。はい。だから、もう条件としてはこれだけなんですよね。2に、点 P を取ってきて、その点 P を含むような回集合 UP と、RN の回集合 EP っていうもの、これの、対応付けが取れるもの、つまり同層写像ですね。それを XP っていう風にして、で、そういうものがいつでも取れるときに M を N 次元、位相多様体っていう風に言います。だからつまり P の、その、ちょっと近いところですね。P の近傍だけを切り取ってあげると、それは、RN、N 次元ユークリッド空間の EP と全く同一視、位相的に同一視できるっていうときですね。だからこれがオープニングで言ったような一部分だけ切り取って
ってあげると N 次元ベクトル空間というふうに見えるものっていうものの数学的な、記述になります。はい、いいですかね。で、その、拾ってきたその解禁棒 UP と、その同走者像 XP、これを、合わせたもの、この2組のことを、座標禁棒っていうふうに言います。 EP の方はですね、なんかあんまり、使わないのかな、まああんまり気にはしないですね。大事なのはこの解禁棒の方と、それを、同走者像の方、ユークリッド空間の方に、当てがうような同走者像 XP、 この2つの方が、これが、もうずっと大事になっていきますので、まあ、この2つを考えることが多いって感じです。はい、いいですかね。まあ、だからもう、一言でまとめると、N 次元位相多様体っていうのは一部分だけ切り取ってあげると、それは N 次元ユークリッド空間に見えるものっていうことですね。それをただ数学的に書いたもの、これが、位相多様体です。はい、いいですね。で、次にですね、位相多様体の局所座標形と言われるものなんですけど、今ですね、さっき定義1で位相多様体を定義しました。それ M を位相多様体っていう風にすると、さっきの定義と同じですね。2の点 P に対して、UP を、EP に移すような同走者像 XP、こういうものが取れますよね。P の解禁棒 UP と RN、N 次元ユークリッド空間の回集合 EP、そして、同走者像 XP っていうのが取れるが、ここまでが位相多様体の定義ですね。取れるわけなんですけど、P っていう点、これを XP で、移します。これ P は今 UP の中に入ってますからね。で、それを XP で移してあげると、それは EP の中に入ってきますよね。で、EP っていうのは N 次元ユークリッド空間内の、回集合ですので、この XPP っていうところ、これは N 個の実数の組で表すことができますよね。だってこれは、XPP っていうのは N 次元ユークリッド空間内の、点なわけですから。なので、これ XPP っていうのはN 個の実数の組として表すことができます。はい、なので XPP の I 番目の成分を XPIP っていう風に植え付きの I ですね、これで表すことにすると、この XPP っていうこの N 次元ユークリッド内、ユークリッド空間内の点っていうのは XP1P、XP2P、XPNP っていう風に N 個の実数の組で表すことができるってことですね。はい、だから、この XP1、XP2、XPN っていうもの、これを、座標近傍、UP、XP における局所座標形っていう風に言います。はい、だからこれもオープニングトークで、一部分だけ切り取ってあげると、なんかこう座標で表すことができるっていうことを言いましたけど、その、数学的な記述がこれになります。はい、だからまあちょっとここに、リマーク、米印っぽく書いてますけど、M っていうのは全域でユニフォームに座標で表すことはできないわけです。XY 平面みたいに、XY 平面だったらね、オープニングでも言ったように、XY 平面だったら、もう、どの点、XY 平面上のどの点を取ってきても、もう対応する、その2つの、実数の組っていうのが、もう1個に決まりますよね。唯一一通りに表すことができるっていうことだったんですけど、M っていうのは、全域で、1箇所、ユニフォームに座標で表すことはできないわけです。だけど、一部分だけで見ると、今までの数学と同じように座標で表すことができるってことですね。その一部分っていうものが UP で、その M の中の点 P に対して、その一部分 UP だけで見るとそれは、座標でね、こういうふうに表すことができるっていうのが、局所座標形の説明になります。はい、いいですかね。はい、で、まあ、ちょっと紛らわしい名前が、多いですので、概念ベースで理解していった方がいいかもしれないですね。だからさっきの局所座標形とか、さっきこの座標近傍形とかもなんかね、多様体初めて習ったらね、局所座標形と座標近傍形ってどっちだったっけっていう風になりますよね。はい。なので、まあ、ちょっと概念ベースで理解していった方がいいかもしれないですね。この言葉の名前は後でなんか、いくらでも調べられるんで、概念ベースで覚えていった方がいいかもしれないですね。はい。で、次に、まあ、座標近傍形。これがもしかしたらなんか一番、どういう意味っていう風になるかもしれないですけど、まあ、ちょっと読んでいきます。まず、M を位相多様体という風にします。位相多様体っていうのは、一部分だけ切り取ってみると、N 次元ベクトル空間という風に見えるものでしたので、2の点 P に対して、M の中の点 P に対して、その一部分だけ切り取るとっていうところの UP っていうのが EP に移される。これ、同走者像で、その同走者像として、対応される、その写像が XP なんですけど、まあ、そういう風な、P の解禁棒 UP、そして RN の解禁棒 EP、そして同走者像 XP が取れるわけなんですけど、これ位相多様の体の定義ですね。N 次元位相多様体だからそういう風になるわけなんですけど、ここから何が言えるかというと、
2の点 P に対してなんか解禁棒 UP っていうのが取れるわけじゃないですか。それは、EP と同等なものっていうことなんですけど、2の点 P を取ってくると何かその解禁棒 UP っていうものが、取れるわけですので、その点ごとに UP っていうものを取ってくると、それは M を覆ってしまうことになるわけですよね。その U、なんか、2の点 P っていうものに対して UP っていうものが、そういう解禁棒が、取れるわけなんですけど、そういったもので覆い尽くすことができるわけじゃないですか、 M っていうのは。はい。なので、大丈夫かな?なので、この M の回避服 U ラムダーっていう、これ回集合の集まりですよ。回集合の集まりで、各ラムダーに対して、U ラムダーっていうのを E ラムダーに移すようなものが取れる。これ、U ラムダーっていうのが回集合。そして E ラムダーっていうのが、N 次元ユークリッド空間内の回集合。そしてその同窓者像、を、あ、これ、ちょっと同窓者像って書いてないですけど、これ同窓者像ですね。同窓者像になるような、X ラムダーっていうものが取れますよね。はい、いいですかね。ここが多分一番なんか何を言ってるのか分かんないかもしれないですけど、要は今までのこの話っていうのは、これ点 P ごとにそれはなんか、UP っていうそのなんか一部分で切り取ったものっていう風になってましたけど、その点 P っていうのをこれ全部動かしていってる感じの、ニュアンスです。OK ですかね。一個一個の点を今までこれ考えていってたじゃないですか。点 P ごとに、なんかそういう風に一部分だけ切り取っていったら、そういう風に N 次元ベクトル空間に見えるよとか、一点を、取ってくると、その点ごとに、それは、N 次元ユークリッド空間内でなんかこう座標として表すことができるよっていう話をしていたわけなんですけど、その点 P っていうのをもう全部、動かしていってあげると、この UP ってっていうもので M っていうのは全部覆われていくはずですよね。で、そういうものをなんか全部集めてきてるっぽいものっていう感じですね。難しいかもしれない。ちょっとここもうちょっと、説明しないといけないかもしれないですけど、要はだからその、まあその一部分だけ切り取ったものっていうのを全部集めてきたって感じです。まあ、全部じゃなくてもいいんですけどね。まあなんか集めてきたものっていう感じです。で、それは、M を覆ってさえすればいいですので、まあ最悪点 P ごとに、なんていうかな、拾ってこれるその UP を全部集めてくれば、座標近傍形にはなりますけど、まあ別に点 P を全部持ってこなくてもいいんですけど、まあ、そういうものです。回避服であればいいです。これを全部、この U ラムダっていうものを全部、持ってきて、それが M を覆ってさえすればいいんですけど、その U ラムダごとに、N 次元ユークリッド空間に対応させる同窓者像 X ラムダっていうものがあるって感じです。で、その2組っていうものを全部集めてきてるもの。これを M の座標近傍形っていうふうに言います。で、もしくはまあ、アトラスっていう風に言います。 OK ですかね。まあ、近傍形、座標近傍っていうのが、1点だけ、M の中の点1点を見ると、それは N 次元ユークリッド空間の中の回集合と同一視できるっていうことなんですけど、それを集めてきてるっていう感じですね。それが座標近傍形です。はい。ここがもしかしたらなんか一番概念として習得しづらいところかもしれないですけど。はい。まあ、こういうものがあります。だから要は、点 P を、全部集めてきてる。もうそれがなんかエッセンスですかね。はい。ちょっとなんか時間取りすぎたのかもしれないし、まあ、もしかしたら説明、が足りないのかもしれないですけど、まあ、こんな感じです。はい。いいですかね。で、ここからですね、ちょっとまあお話になるんですけど、M を、N 次元多様体、N 次元位相多様体っていう風にすると、で、あとこれをね、座標近傍形とします。座標近傍形ですので、これ U ラムダっていうもの、各その U ラムダっていうのは、X ラムダを通して、N 次元ベクトル空間と同一視できる、の一部分と同一視できるもの、それを全部集めてきているものなんですけど、これが座標近傍形ですけど、はい。で、この U ラムダっていうこの添え字、ミューね、ミューラムダっていうこの添え字に対して、この、U ラムダと U ミューっていうところのこの共通部分が、空集合じゃないとすると、この共通部分じゃないところ、共通部分の中から点 P を取ってくると、その点 P っていうのは、X ラムダ P と X ミュー P っていうもの、この2つを考えることができますよね。だからオープニングトークで言った、その張り合わされているところの話を今してるわけです。その乗り付けされているところ、乗り付けされているところがある場合、だからそれが空集合じゃない場合っていうところに対応しています。OK ですかね。その張り合わされているところの、点 P に対して、それは、
X ラムダ P という X ラムダ 1P、X ラムダ 2P、X ラムダ NP っていうこういう座標の表し方と、X ミュー P っていうね、X ミュー 1P、X ミュー 2P、X ミュー NP っていうね、こういう2つの、座標で表されてるわけですよね。だから図で表すと、この貼り合わされてるところ、貼り合わされてるところっていうのは、X ラムダを通して、X ラムダ U ラムダかつ U ミューっていうね、ところに、飛んでいって、でその座標っていうのは x ラムダ 1p、x ラムダ 2p、x ラムダ np っていう座標の表し方と、もう一個の方の、この x ミューっていうものを通して、こっちの座標で表すこともできますよね。OK ですか？こういうふうに、張り合わされたところ、のり付けされたところっていうのが、こういう二通りの、座標で表すことができるということです。はい、いいですかね。で、この X ラムダも X ミューっていうのも共に同相写像ですので、これ E ラムダと E ミューに行くような、同相写像ですので、特にこれは、逆写像っていうのを考えることができます。だから、X ラムダ、U ラムダかつ U ミューっていうこの点に対して、ここからね、この X ラムダの逆写像を対して、に対してこういうふうにこっちに戻ってくることができますし、その戻ってきた点は X ミューに対してこっちに行くことができますよね。だからここからここへの対応が自然に1対1に考えることができます。はい、 OK ですね。まあそれを今ここに書いてるんですけど、だから X ミューと X ラムダインバースのこの合成写像でこういうふうに対応ができましたね。まあ、正確にはこの X ラムダインバースのここへの制限なんですけど、まあちょっとなんか それを全部正確に書くとちょっとね、さすがに何をやってるか分かんなくなるので、まあまあてか全然混乱はないと思いますけどね。はい、まあこういうふうに今の話と一緒ですね。だから貼り合わされているところで、X ラムダっていうふうにして座標で表したものと X ミューっていうふうに座標で表したものっていうふうになってて、でこの X ラムダと X ミューっていうのはそれぞれ同相写像なので、特に逆写像を考えることができます。だから、ここの点からこっちの座標の表し方からこっちの座標の表し方に何か変換っぽいものを考えることができるわけですよね。はい、なので、それを踏まえてなんですけど、この X ラムダこれっていうところ、これは N 次元ベクトル空間の、一部分じゃないですか。でこっちも同じように N 次元ベクトル空間の一部分じゃないですか。だからこの変換っていうのは N 次元ベクトル空間から N 次元ベクトル空間への対応なんですよね。はい、で共に、N 次元ベクトル空間 RN から RN への、この対応ですので、ここに関しては微分可能かどうかっていう、話に意味を持つ持ちますよね。今までずっとハウスドルフ M をハウスドルフ空間位相多様体っていう風にしてたので、なんかここの上の微分がどうのこうのっていうのは全然なんかそもそも何やって話だったんですけど、これは全部座標で表すことができる N 個の組の座標で表すことができるところから N 個の、座標で表すことができるようなこの変換ですので、ここからここに対しては今までと同じような、多変数の微積ですけどね、 N 変数から N 変数への関数なので、そこが微分できるかどうかっていう議論をすることができますよね。はい、ということで、可微分多様体っていう概念に達することができます。はい、まあ、ちょっと、次のスライドなんですけど、M を位相多様体とし、これを、M の座標近傍形というふうにします。はい、で、まあ、座標近傍形っていうのはこの一部分だけ切り取ったら、N 次元ベクトル空間に見えるよっていうところ、これが U ラムダで、それを、N 次元ベクトル空間に対応させるものが X ラムダなわけなんですけど、でそれの貼り合わされているところがもしある場合、U ラムダと U ミューっていうこの共通部分が、ある場合、そういう時ですね、この、座標の変換みたいなところ、この N 次元ベクトル空間の一部分から N 次元ベクトル空間の一部分までっていう写像、これが、CRQ、つまり R 回微分可能、これはだからさっきも言った通り N 次元ベクトル空間から N 次元ベクトル空間への対応ですので、ここは微分可能かどうかっていうのはもう全然意味を持ちますよね。こういう関数っていうのが、微分可能という条件を満たすとき、座標近傍形 S、これを、CRQ 座標近傍形っていうふうに言います。はい、いいですね。で、この、CRQ 座標近傍形が一つ指定された位相多様体のことを、CRQ 可微分多様体、ディフェレンシャブルマニフォルドオブクラス R っていうふうに言います。はい、
で、この S っていう、座標近傍形っていうのは M に CRQ 微分構造を与えるっていうふうに言います。だからここに、この微分構造を紐付けることができるって感じですね。この位相多様体っていう、なんかわけわかんないような、位相空間、この得体の知れないような位相空間の上の解析、微分積分っていうのも、なんか意味を持つことができるわけですね。局所的には、RN、N 次元ベクトル空間の一部分と同一視できるっていうふうに見ると、過微分多様体っていう概念も腑に落ちると思いますけど、どうですか。まあ、オープニングトークでも言ってるんですけどね。はい。だから、この変換、座標の変換みたいなところが、微分可能っていうこと。それが過微分多様体です。はい。で、そういう目線で、見ていくと、以下のようなね、以下のようなって今からやるんですけど、多様体から実数への連続関数が微分かどうかっていうのもね、腑に落ちると思います。はい。まあ、ちょっと見ていきますね。はい、M っていうのを、N 次元、過微分多様体とします。でその、CRQ 座標近傍形っていうのを S こういう風に置きます。だからつまり、もう覚えることが大きくなって言いましたけど、過微分多様体っていうのは一部分だけ切り取ってみると、それは N 次元ベクトル空間と、同一視する、その一部分と同一視することができるわけなんですけど、その張り合わされてるところの変換みたいなところが、R 回微分可能なもの、それが M、過微分多様体ですね。はい。でその一部分だけっていうのが U ラムダで、それを同層であてがうものが X ラムダなわけなんですけど、まあそれをそういうふうに舞台設定をしてあげます。で、U っていうのを M の回集合とします。この U っていうのはこの U ラムダとは全然関係ないやつですね。U をなんか適当に M の回集合というふうにします。で、その U から実数への連続者関数を F っていうふうにします。今までは M ってっていうものの中だけの話だったわけなんですけど、その M っていうところから R への関数を考えてるわけですね。はい、OK ですか？この定義域が、この、なんて言いますかね、過微分多様体ってことです。はい。で、その時にですね、U ラムダと U っていうものの共通部分が、もしある場合、となるような、共通部分が空集合にならないような添え字、ラムダに対して、X ラムダのインバースと F の合成写像、これが、CRQ、R 回微分可能っていう条件を満たすとき、この F を過微分っていうふうに言います。はい。だから F っていうのは、U から、R への、なんか普通の連続関数だったわけなんですけど、これが微分可能っていうのは何かっていうと、こういう条件を満たすときに、F を過微分っていうふうに言います。今までのね、高校数学とか、大学1年生の微積とかは全部実数から実数への、対応だったじゃないですか。まあもう、どんなに難しくなったとしても、さっきみたいな、N 個のベクトル空間から M 個の、N 個の実数の組から M 個の実数の組っていう風に多変数になって、まあ、そこは難しいよっていう風になってたと思うんですけど、それはもう、定義域がもうなんかそもそも得体の知れないようなものになってるって感じですね。はい。で、それが微分可能かどうかっていう話だったわけなんですけど、これも図で表すとですね、この U っていうの、これが、例えばこれ、この U ラムダたち、これは、M を覆ってるわけじゃないですか。座標近傍形なので。なので、その共通部分がある場合なんですけど、これ、ここは制限ですね。これちょっと矢印おかしいかもしれないけど、これただの普通のバーですね。発生図のバーです。で、この U ラムダ U っていうものも、あ、なんかまたここもなんかちょっと全然、本当はここに置きたかったんですけど、この U ラムダ、X ラムダを通して、N 次元ベクトル空間に、何かこう対応づけることができるわけですよね。はい。そうすると、この U ラムダかつ U っていうのは、一部分だけ、ここだけ見ると N 次元ベクトル空間と同一視することができるわけですので、その N 次元ベクトル空間から何かこう実数への対応っていうのを考えることができるわけじゃないですか。ここからこの X ラムダインバースで戻って、で、それを F で移すっていうことですね。で、それがさっきのここのところです。はい、OK ですね。はい。という、まあ、だからこういう状況だから、F と、X ラムダインバースっていうものの合成っていうのは、これは普通の微分を考えることができますよね。N 変数、N コロ、NR の N から R への、対応ですので、これは普通の微分の多変数、N 変数の、多変数の微分っていうことになります。はい。なので、それができるかどうかっていうのが、この条件になります。
いいですね。で、これちょっと気にしないといけないのが、この添え字が違った時に、なんていうかこの微分可能かどうかっていうのが、崩れる可能性がありますよね。つまりなんか well defined っぽくならない、まあ well defined っぽくっていうか well defined ですけど、well defined かどうかってことです。つまりだから、このラムダっていう添え字では、これが、R 回微分可能になりますけど、この添え字を変えた時にそれが R 回微分可能にならないっていう可能性もあるわけなんですけど、そういう可能性はないです。なんでかというと、例えば U ラムダと U ミュっていうね、このなんか共通部分があるようなもの、これを取ってきたときに、F と、X ラムダインバース、これが仮微分だったら、F と X ミュインバースっていうもの、これを考えると、これはですね、F と X ラムダインバースと X ラムダのこの合成、ここをだから無理やり挟んでる感じですね。ここ、これとこれ、これ行動者数になるので、この、対応っていうのはこういう風になりますよね。で、F 丸 X ラムダインバース、これは今仮微分という風にしてるので、ここ仮微分で、X ラムダと X ミューインバースっていうところ、ここっていうのはいつでも仮微分ですよね。なんでかというと仮微分対応体だからです。仮微分対応体っていうのはこの、貼り合わされているところっていうものの変換がいつでも微分可能っていうことですので、ここは微分可能。で、ここも、今仮定から微分可能。ということで、F の、X ミューインバースっていうところ、ここも、仮微分ですので、だから、この、なんて言いますかね、この、添え字の拾い方にはよらずに、ここが定義できているっていう感じになります。はい。いいですね。まあ、まあ、なんか今のは、多分聞き流してもよかったところかもしれないですけど、まあ要は概念に到達するためにはこれが必要ってことですね。全部、まあもう全部オープニングで言いましたけどね、一部分だけ切り取ったら、それは N 次元ベクトル空間と同一視することができるわけだから、この多様体から、実数へのこの連続関数、これが微分可能かどうかっていうのは、全部その一回ね、N 次元ベクトル空間に、飛ばして、そこでそれがね、普通の微分、積分の話に持っていって、で、それが微分可能かどうかっていうので定義するっていう感じになります。はい。いいですかね。で、まあ、ここ、今言いましたね。だから F が仮微分かどうかの定義っていうのは、この座標近傍形のみに、依存して、ラムダの取り方にはよらないわけですね。はい。なんかちょっと、告知に書けばよかったな。まあまあいいや。はい。こういう風になります。で、同じように、仮微分多様体から、多様体への写像が微分可能かどうかっていう話もね、同じように定義できます。さっきの話っていうのは、仮微分多様体から実数への対応、これが仮微分かどうか、仮微分関数かどうかということだったわけなんですけど、今度はですね、多様体から多様体への、対応です。はい、ちょっと、読んでいきます。読んでいきますが、今からだけど、はい、定義6、仮微分写像ですね、M を M 次元仮微分多様体、そして N を N 次元仮微分多様体とします。だから、今度は多様体が2つ出てきますね。多様体を2つ取ってきます。仮微分多様体を2つ取ってきて、それぞれの次元を M 次元、N 次元という風にして、仮微分多様体だったら、CR 級の座標近傍形があるわけなんですけど、その座標近傍形っていうのを Uα、Xα、この M の方はこっちですね。という風にして、N 次元、N の方の、座標近傍形を Vα、あ、これ α じゃなくて β です。ごめんなさい。Vβ の、Yβ っていう風にします。OK ですね。で、仮微分多様体から仮微分多様体への連続写像を今 F っていう風にします。で、これが仮微分かどうかっていう話をしていくわけですね。はい。でもまあもう、想像も、もしかしたら想像ついてるかもしれないですけど、これが仮微分かどうかっていう話ももう全部一回 M 次元の、ユークリド空間と N 次元のユークリド空間に飛ばして、普通の微積の話に、落とし込むっていうことをやっていくわけですね。定義から。定義っていうか定義するだけなんだけど。はい。いいですね。まあちょっとここまでいきますけど、まあ2の、点 P、M の中の点 P に対して、以下の条件を満たすような、P の座標近傍形 Uα、Xα と、FP の、座標近傍形、Vβ、Y、あ、こっちは β になってるね。Vβ、Yβ が取れるとき、この F っていうのを仮微分というふうに言います。どういうものかというと、まず、M の、座標近傍形に対して、だから F、Uα っていうのが Vβ に入ってくる。これはあんまり本質ではないですね。もういつでもこれ取れるから。そういうものを、だから FP っていうものを、これ FP っていうのは N の、中に入っているので、その中の座標近傍形一つ取ってくれば良いわけなので、まあ1番はあまり本質はないんですけど、2番、問題は2番で、こういう変換、
この xα、uα から y ベータ、v ベータっていうものの対応、これが微分可能な時に、f っていうのを仮微分というふうに言います。まあ、これさっきもちょこっと言いますけど、一部分だけ切り取ったら、普通のね、ベクトル空間っていうふうに対応することができるので、これも図で表すと、m から、まず xα っていうもので、xα、uα っていうものに、移します。で、n っていうところから、この yβ を通して yβ、vβ に、通します。そうすると、これは n 次元ベクトル、m か。これは m 次元ベクトル空間で、これは n 次元ベクトル空間です。だから、m 次元から n 次元への普通のね、ベクトル空間に、ベクトル空間からベクトル空間への対応ですので、ここからここへ、しかもこれ、5、なんていうかな、逆写像が取れますので、こういう風に行くことはできますよね。はい。なので、ここからここへの微分可能かどうかっていう話はもう普通の微積の話です。はい。なので、この yβ、なんていうかな、この、まずここに、こういう風に行って、これが、だから xα インバースですね。xα インバースに行って、で、そして f に行って、で、そして yβ に行くっていうね。これ全部連続だから、普通にこれ連続関数なわけなんですけど、これが、微分可能かどうかっていうのは普通の話。なので、これはね、こう、だからこの、定義っていうのは全然腑に落ちると思います。これが微分可能っていうことをもって、多様体から多様体への連続写像が微分可能かどうかっていうものを定義するっていう感じですね。はい。で、これもですね、なんかさっきの、多様体から実数への対応と同じように、それがね、この多様体から多様体へのこの連続写像が仮微分かどうかっていう性質は、M と N の座標近傍形のみに、の選び方のみに、よります。はい。なので、F が仮微分かどうかっていう性質っていうのは、M と N の CR 級の座標近傍形のこの添え字の取り方にはよらない。ですので、まあ、この、座標近傍形のみに依存するって感じですね。証明しないです。ごめんなさい。はい。まあ、まあ、あんまりね、そういう、僕は証明のみが大事とも思ってないので、まあ、オープニングでも言ってるかな。まあ、なんか、はい。まあ、そんな感じです。なんか雑だな。まあ、要は、仮微分写像っていうものの概念に到達するための、なんかもう、本当に最小限中の最小限をただ抜き出してきてるって感じですね。はい。こんな感じです。だから今日はね、もう全然証明してない、なんか証明っぽい証明ってなんかここだけな気もするけどね。もうただ定義していただけです。なんか概念に到達するための、なんか解説動画って感じですよね。はい。まあだから本当に面白いのはここからって感じです。多様体っていうものを実際に、定義しました。もう舞台を設定して、ここからね、なんか例えば節別取る空間とか、リーマン多様体とか、で、リーマン多様体の、被覆空間とか、そういった話になっていく。わけですね。はい。まあ僕もちょっとね、その辺は勉強不足のところもあるんですけど、はい。まあ、まあね、これから1年ぐらいかけて、なんか多様体の動画も、わかんないけどね、多様体の動画もね、なんかいろいろ出していきたいなと思っています。はい。まあ、ここまで聞いてる人いないかもしれないけど、はい。お疲れ様でした。はい。ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスのぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。